ックよろしくね。足の捜索お願いしていい？オッケー。ちょうどお尻の穴を狙ってる。プテラでつついて誘導できひんの？うわー挟まった。あープテラがやられた。やっぱりうわーやっべめっちゃいるやん。なんか格下げになってくんやけど、どんどん恐竜が攻撃でどうすんの。あできたわ。おっしゃー。えあーやばいやばいやばい。前に見える雪山にようやく進出しようと思うんです。このグラムさんが着てる毛皮装備一式しかないんですね。廃墟から盗んできた毛皮装備なんで。私が着ちゃったという。裸足や。足装備がないという。足や裸足や。これ当初間違いなしという。プテラで上空見たら、うん、忘れ去られた可愛い小屋があったので、うん、そこを、うん、まあ僕らの前線基地としようと思うんですけど。ね、乗っ取ろう。それだけではちょっと寒いと思うので、うん、ネットで調べたところ、うん、アイスベアの亜種が、うん、なんと暖炉代わりになるんですね。なんかね、寒さ耐性がつくみたいですね、近く見たら。フライデーさん、雪山に行かなくてもあそこに。なんだって？崖っぷちにいますよ。え、あれ亜種？亜種っぽくない？そしてウルフもこちらを見ている。え、ウルフってどこ？左左。あ、いた。あれ？何？ひょっとしてこれ前からずっと挟まってたアイスベア？フライドさんが前に出会った普通のアイスベア114。ああ、それじゃダメだわ。すぐ脱水症状になるな。毛皮着てるからや。そうや、毛皮や。じゃあよろしく。じゃあどんどん取ってくるわ。うん、あ、これはいいお肉になるぞ。うん、もう5個取れてるで、僕は。お、7個取れた。あ、12個になってる。もういいやん。おぉ、13個。流れるように何個が取れてるぞ。あれウルフ。ああ、あった。ウルフ、うわぁ流れた。油断してた。やっぱりウルフ1匹やったらあかんな。ウルフに生肉入ってるしね。それはベア用ね。あれがな、足やったらな、挟まってんのが。ちょうどいいんだけどね。うん。本当にこれいい階段作ってくれてあるの。本当。危険なエリアに入った。そして今日は嵐です。こっちになんかめっちゃいたよね、群れが。なんかあったよね。ちょっと今ごめんな。ちっちゃい恐竜に襲われてるから。大丈夫？ウルフもいるよ。あ、ほんまや。ウルフ70や。大丈夫？逃げろ逃げろ逃げろ。逃げた方がいい。逃げた方がいいな、これ。やられてるやん。ちょっと挟まってる挟まってる。やられるやられるやられた。逃げろー。お亡くなり。こっちのウルフ、うん、テイムするし、足の捜索お願いしていい？オッケー。フライドさん、あそこにほら、ちょうど良さそうなの、挟まってるよ。え、ほんまや。ウルフ。でも、さっきのフライドさんやっつけた70もいるから。オッケー。いなくなっちゃった。あ、いるいるいる。奥に行った、奥に行った。ポワポワ、あそこすごい。さらに奥？ほら、見えてる？あ、なにこれ面白いよね。ディアップ。でも赤く。ちょっと、やばかった。あ、いいんじゃないいいんじゃない。今やばかったな。ちょっと私も参戦してあげる。寝てる？ちょうどお尻の穴を狙ってる。あー、でもやっぱり60ぐらいじゃないと。うわって あ、寝た寝た。オッケー。じゃあ。あとよろしく。あとよろしくじゃないわ。あとは任して。麻酔薬を貸してくれ。残り減っちゃったから。60レベルぐらいじゃないと、あの雪山では耐えられへんな。ねー。いた、アシュ。アシュいた？ 114ってこれ、マスで足りねえわ、絶対。テーム用の小屋みたいなのがある。ここで。そこに引き連れていけばいいか。植物見つかった。プテラでつついて誘導できひんの？なんかできそうな気もするけど。うわー、挟まった。あー、プテラがやられた。やっぱり地獄だ。そして自分も死ぬという。罠に挟まった自分が。罠に死ぬ。ああ、ケツァルだ。いいなあ、ケツァルがいたらなあ。入った、入った。入った入った。ここに入ってる。やった、やった。ここに折れた。やばい！古代のハスに見つかった。アイスベアって もしかして魔法の眠りや？わあ！ああ！あかん？古代のハスに。古代のハスにやられた。叩かれた。叩かれた。あれ、アイスベアって魔法の眠りや？魔法の眠りやでした。ええー！なるこなることか言ってた。アホやん、こんな。いい加減もう分かれよ。やっべやっべよ、やっべよ、こいつ、降りてきた。70が降りてきた。早く高いとこに登って。また挟まった。また挟まった。なんとか、あともう一回でいけそうな気がする。
お、やった、溶鉱炉作って、ちょっと僕らの文明を一つ上げよう。うん。あそこに鉄あったから。うん。上げよう、上げよう。銅はレベル25から銅文明に引き上げよう。あー、ローカルサーバーが懐かしく感じてきたな。あの時は。本当だね。何でも素材マックス値やったから。何したらレベル上がるかな。じゃあ僕このウルフでレベル上げよう。私はプテラをテイムしてくるからもうええわ。でもいるんだよ。何回も同じこと繰り返してるよね僕ら。うわやっべ、めっちゃいるやんウルフ。うわ大丈夫、やばいやばいやばい、あやばい、死んだ。あー死んだ。なんで60やのに丸裸にされたね。何回も同じ過ち。弓矢を探そう。弓矢まで落としてきた。あ、ありがたい。スプリングブーツゲットした。マジで？どこにあったん？ここに。でも、修理しないと。よし、麻酔矢作ろう。ちょっともう僕、パラちゃんテームするわ。ちょっとこう、もう、鉄味限界やわ。今、ここで、殺しました、今、パラちゃん。パラちゃん、同じ過ちを繰り返。今日は何やってもあかんな。あれパラちゃんのサドルってあったっけ。パラちゃんのサドルは知らねえけど。知らねえけど。なんか作ってへんかった。入れるわインベントリーになる子。うん大丈夫、睡眠ポーション作ったから。あ本当、うん、成長やん。うんそうそう。じゃあここにろうそく入れといてあげるわ。いらん、何のやるのか大変。ろうそく設置しといてあげようか、夜になったらあれやし。大丈夫やろ、設置しとくで。プライドの優しさやな。あれできひんかった設置。じゃあね。帰れよ。この服さ、うん、廃墟にあった服やねんで、いいやろ。いいやん、ちょっととんがってるやん。なんだこれ、このサドルは。パッキケファローのサドルをゲットした。もうパーチでいいわ。パーチも集められるよな。パッキケいるよ。オッケーオッケー、じゃあそいつテーマする。パーチ108だよ。いた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 、よし任せろ。なんか格下げになっていくんやけど、どんどん恐竜が。さっき私も思った。なあ、さっきレベル60のウルフ乗ってたのに、うん、今パッキファロー追ってるで。多分ナルコとかいっぱい集めてくれるはず。これ多分発明家だ、どうする。殺処分やもう。よし、うん、もう名前なしでいいわ。じゃあ集めてくるわ。あれ集めないぞ。え、ねえ集めないぞ。これご情報を伝えられたぞ。集めないぞ。ごめんね。え、ちょっと待って。もしかしてパーチは。ああ、危ねえ。ダッシュしやがった。装飾だからいけると思ったら全然取らないんだね。タックル攻撃で敵を気絶させられる。だって。何やそれ。ちょっと待って。決定みたいな。タックル攻撃ってどうすんの？さっきのあれじゃないの？あ、できたわ。落ちてる。で、落ちたわ。ちょっとまずこのターキーに突進してみるわ。うん。あー、また落ちた。なんだよ、マッチを繰り返したらいいんだ。パラちゃんいたよ。パラちゃんテームするわ。あ、ここにパラちゃんいるよ。テームするわ。テームしな。すぐできるよ。あともう一回ぐらい。うん。私ももう一回かな。やった。ナルコベリー要因やからな。うん。よし。パーチでちょっと突撃突進してくるわ。何がいいかな。ちょうどプテラが。何がいいかなって言ってたらプテラが出てきた。ここで突進したらやばいから、ちょっとこの方向で行くぞ。ね。何度もフライドさん裏切らへんわ。何度も何度も同じ繰り返し。そのパンチと相性悪い。相性悪いんかな。さっきのプテラ見かけませんでしたか。知らん知らん。誰かプテラ見かけません。あ、降りてきた。おっしゃー。え、あーやばいやばいやばい。もしや気絶したん。いや気絶はしてへんけど、うん、押し込んだ。あ、建物の中に押し込んだ。よし、じゃあ私も行くわ。ドーンってやったら押し込めた。いいやんいいやん。ここここ、ここやな。行ける。あ、いいねいいね。ちょっと待ってや待ってや、落ち着いて。撃っちゃって。どっちやね。どけい。あ、危ない危ない危ない。あ、殺しちゃう。大丈夫。なんだよ。ややこしい。2個あるの？1個？焼肉の方がいいよ。あ、グラムさんさすがやわ。11個持ってる。ありがとう。じゃあパラちゃんにナルコ入ってるから。あ、それはナルコは、パルコ。ナルコは
ナルコは大丈夫。27個あるから。また同じことしてるし、これ。懲りない人たちだよ。ほんと。いきなり僕らがクマを狙おうとしたのが悪かったね。そうだよね。まあ、こうやって地道にな。なぜ、このレベル順にサドルがちゃんとあるのかを考えよう。黙れよ、もう。黙らしちゃいよ、もう。かがり火も焚いて。テラのサドルあげるから、はい、優しいな。優しい人だよ。海よりも深いで。いやー、ナイスファインプレイやったな、パキケ。押し込めるっていうね。すごいね。チャンネル登録よろしくね。